どうもこんばんは、イサムです、今日もですね、ありがたいことに、朝からレッスンが重なっていて、ちょっと動画を撮るのが遅くなってしまいました。で、今日はですね、朝から、日曜日10時からですね、朝の10時からキッズコースっていうのをやってまして、またそこもダイエットとは違った、子供たちが楽しくアクションをする楽しい戦いごっこの、プロの戦いごっこみたいなテーマでキッズコースやってるんですけれども、それがありながらその時には、スタジオの方で僕がレッスンをしていたりとかで、ある時にはスタジオでレッスンありながら出張で2レッスンやってて、トレーナー全員が稼働していたり、すごくですね、同時間にいろんな人がアクションやってるっていう瞬間があってですね、すごい僕はそれが嬉しいなと、本当に思います。いつもありがとうございます。で、今日の動画なんですけれども、そのですね、今日体験の方がお二人いらっしゃいまして、そのうちのお一人が、言っていたことに関してちょっと僕なりに考えてみたんですが、その内容というのは、その方はこれからくびれを作るために、まずは第一目標がくびれっていうところで、実際にレッスンを始めていくんですけれども、僕はいつも言ってるようにですね、一つの目的、まずは一つ、いろんなものを求めるんじゃなくてまず一つで、それを手に入れるための近道を行く。これが手に入ったら次行くっていうふうに僕はいつも考えているし、そこに向かってとにかく突き進むことが一番の、近道、効果が早く出る方法だと僕は思っているので、そういうふうにやってるんですけれども、で、後々の目標として、水着が似合うスタイルになりたいんだということをおっしゃっていたんですよ。で、じゃあ、実際にその時になったりとか、これから、増えてくると思うんですよ。水着が似合う体になりたいっていうお客様。じゃあ、そうなった時に僕はどういう方法を取るかなっていうことを考えてみたのでお伝えしようと思います。で、これはパーソナルだけじゃなくて、ご自身でジムに行ってる方とかにも、役立つだろうなと思ったのでちょっとお話ししようと思うんですけれども、もう簡潔に言います。僕がいつも言ってるように、ゴールが具体的じゃないと効果は出づらいんですよ。じゃあ、水着が似合う体になりたいっていう方は、水着が似合う体というのがゴールなんです。じゃあ、この水着が似合う体っていうのも人それぞれ違うと思うんですよね。タイプがこういう体なんだ、こういう体、こういう体って違うと思うんですよ。なので、あなたが求める水着の似合う体っていうのはどういう体なのかっていうのをまず具体的にします。はい。で、そのための方法として、もう夏に、今年の夏はこういう水着を着ようっていうものを先に買います、はい、で、今着てみます、家で。で、その時に自分の具体的な理想像とどこがどう違うのかっていうのを確かめる。はい。で、じゃあ、なんだ、肋骨が出てるそのお腹の線なのか、それとも細い足なのか、それともこうね、ヒップアップされた締まったお尻なのか、それとも首の細さなのか、歩き方なのか、姿勢なのか、何なのかっていうものをまず具体的にして、じゃあ自分がそこに足りないものっていうのが分かるのか、それを追求していく。そうすると効果が出てきます、ね、そしたらまた水着を着る。はい。そうすると自分がどう変わったかも分かるし、似合ってきたなっていう感じも分かると思います。で、いよいよ夏に本番、海でそれを着ると。これで目標達成。こういう道筋をたどるのが一番僕は早いし、効果的だし、モチベーションも上がっていくなって思いました。なかなか先に買うっていうことってないと思うんで、これはいいなと。思いましたので、ちょっとお話ししてみました。本気で、今から水着を着れるスタイルを作っていこうと思っている方はぜひ、試してみてください。実際にイメージするのと実際着るのでは全然違うと思うので、ぜひ何回でも着れるものなのでね、はい、着ていって具体的なイメージに乗っていっていただければと思います。はい。ということで、今日の動画は水着が似合うスタイルになるための一番の、近道な方法というものをお話しさせていただきました。もし参考にしていただけたら幸いです。
はい、ということで、僕たちはですねアクションを使って、ダイエット、ボディメイクをサポートしている、パーソナルトレーナーです。もしあの動画が面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。僕らが普段やっているトレーニングの一部、もちろん人によって目的は違うので一部分ずつにはなりますけれども、皆さんができるですねアクショントレーニングというのを動画で上げていきますので、ぜひぜひこれからも見ていただければと思います。はい、ということで、また明日、いや今日ですね。